んどうもこんにちは、イモケンです。ということでやってまいりました。今回もよろしくお願いいたします。教えて米長シェフ。さあ、はい、コメントの方にもね、たくさん僕がなんか邪魔をしてるといろいろいただいてるんですが、もうこれはもううちの YouTube の中でも長く続いてる柱となっているコーナーでございますので、よろしくお願いしたいと思います。いつも言うように、簡単な料理をお願いしたいんですけど、今日は大丈夫ですか？今日こそ簡単、今日こそですね、わかりました。じゃあ本日はのメニューは何でしょうか？長芋のガーリックサイコロステーキですね。何ですか？長芋のガーリックサイコロステーキ、はい、長芋を焼くってことですね。そうですね、はい、まあ、イタリアでよくやるローストポテト、よくお肉とか付け合わせにやるような、はい、あれを長芋で、長芋で、はい、あ、ちょっと楽しみでございます、はい、皆さんおつまみにいいんじゃないでしょうか。それではシェフよろしくお願いいたします、はい。材料はこちらで、はい、はい、材料は長芋、うん、長芋スーパーで普通に売ってれば 250g ぐらいですね、うん、とローズマリー、まあ、これあればなければなしだからだからな なければいいんですよ。これはローズマリーはなかなかないんです。お庭に生えてたらなければいいです。ローズマリーいきなり簡単やん。いきなり ローズマリーなければいいんです、ね、なければいらないです。他の代わりは何かいいんですか？あ、なく大丈夫です。パセリとかで、あ、パセリがあれば、パセリで、はい、ニンニクですね。ニンニク、ニンニク、鷹の爪、鷹の爪、あとバター、バター、で醤油、醤油、はい、で黒胡椒、うん、塩、パルメザンチーズ。今流行りの、ああ、そう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 。これやります。もうみんなもうね、テレビもやりすぎて俺絶対やらんと思ったけどやってしもったわ。すいません、もう大変申し訳ない。もうあかん、ベタなことやってしまいました。失礼いたしました。はい。はい、でチーズ、はい、はい、これだけで、はい、じゃあそれで早速よろしくお願いしたいと思います。はい、まずはニンニク、うん、いますね。これニンニクなんですけども、よくチップとかにする場合もあるんですけど、今回チップではなくて、うん、なんて言ったらいいですかね、ちょっとこれをこういう感じで、こういう粗切りというか、粗切りというか、これも一緒に食べてほしいんですよ、イメージとしては。じゃあちょっと大きめにとか。そうですね、なので、ということは今ほらさ、乾燥のニンニクチップとか売ってるじゃないですか、はい、スーパーとかで、はい、あれでもいいねんけど、できたら生のがいい。あれでもいいんですけど、できればこのニンニクのオイルを使いたいので、炒めた時に香り、ニンニクの香りをつけたオイルでステーキを焼きたいので、僕よく使うんですけど、はい、こんなこと言ったらまた米長シェフに怒られるかもしれない、桃屋の刻みニンニク、あれはものすごい対応させてもらってるんです。あれものすごい、結構粒が大きくて、あれものすごい使い勝手がいいんですよ、はい、あ、もうそれでそれでいいですね。それでいいですよ、全然それでいいですよ。そういうことですよ。そういうこと、そういうことです、ね、これぐらいのカットで、要するにこれぐらい大きめにしてほしいってことなんですよ。そうですね、大体これで1かけを、まあ、6個に切って、はいはい、わかりました。これを一緒だ、うん、で、これですね、長芋なんですけど、長芋皮付きで大丈夫です。このヒゲみたいなだけ洗って取ってもらえれば、あ、皮のままでいいね。皮ごと食べれます。はいはいはい、サイコロなので、うん、うん、まあ、こんな感じですかね。おうおう、まあ、これぐらい、まあ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 ね、まあ、ね、うん、はいはい、まあ、これはもう大きさによってこの辺はうまいことやってくれればいいので、まあ一口サイズの、まあ、いわゆるサイコロステーキですね、うんうん、はい、なるほど、はい、これでもう出来上がり、あとはもう焼くで、そうです、焼くだけです。これで食えって究極の、そうです、焼くだけ、はい、もうあとこれは焼くだけ、フライパンで焼く、そうです、フライパンで、なるほど、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、はいはい、なるほど、あ、僕ですか、はい、ここ持っていけばいいですか、はい、はい、どこに、ここに置けばいいですか、はい、わかりました、はいはいはい、じゃあシェフお願いします、はい、うん、まあ何でもいいんですけど、まあ、テフロン加工のフライパンで、だからフライパンでいいわけでしょ、家の、そのなんか鉄を使ってほしいとか、ちょいちょい最近フライパンまでこだわるようになってきましたからね。鉄のフライパンなんかなかなかないんですよ今。結構お家にあるやつで大丈夫です。冷たい状態でオリーブオイル で先ほどのニンニクですね。油の量的にはもうニンニクはちょっと使われて、はいはい、ちょっと多めで、そうですね、そのめちゃめちゃ多くなくていい、
シェフ、これフライパン新しくなりました。この日のために。おー、びっくりしたの。持つとこが綺麗な、思ったら新しい道具をシェフが購入してますよ。このために、うん、本当このために。違いました、はい、ちょっと僕は地味なんですけど、これで弱火でじっくりニンニクの香りを出して、うん、オリーブオイルでちょっと煮るような感じ。そうですね、ホクホクのじゃがいもみたいになったら美味しいね、ニンニク。そのイメージですね、うん、で、まあ、唐辛子は、はい、お好みで、うん、もし辛いのお好きでしたら、うん、ちょっと多分パンチを効かしたいので、こう輪っかになってるのも売ってるやん、切ってやる、はい、あれでもいいよね。大丈夫です、はいはい、やっぱ種がちょっと辛いので、うん、まあ、種入れることによって少しパンチが出ます、ね、パンチが、はい、ちょっとローズマリーも、ローズマリーがあればでいいです。あればなければいいです、ね、ローズマリーなんかないですから。普通の家いいですよ、ローズマリー入れなくても。ある方はある方はローズマリー。なんかそんなストリッパーの方いてなかったの昔、なんか有名の、なんかそんな名前の人、有名、伝説のなんとかいう、ローズマリーじゃないや、で全然違う方ごめんなさい、伝説のストリッパーで出てくると思いますよ。ローズマリーなのか、ローズなんとかなのか、コロンビアトップなのか。いや、コロンビアトップさんは関係ない。失礼しました。少しずつこの茶色くなって、やばいもんみたいな、はい、わ、香りすごいな。ローズマリー焦げやすいので、うん、多分もうすぐ香り移るので、はいはい、これでちょっと出すと、少し出して、多分唐辛子も出す、種があるので、うん、多分しっかり辛いと思います、うん、多分そうですね、これぐらいで、うん、で、1回出します。1回だ、そのままいったらいいじゃないですか。桃屋の時はそのままいってください。だから桃屋ってそのままいったらいいじゃないですか。なんで出すんですか、理由は、その心は。いや、ちょっと焦げやすいので、このままこの後強火で長芋を炒めるので、はあ、強火でやるとニンニク焦げちゃいますので、うん、はい、ここで強火します。大丈夫、バーッといきゃいいじゃないですか。そうですね、できましょう、ボチャンといきましょうよ。おそうなんです。強火で、なんか美味しそうな焼き色がつくイメージ、うん、逆に火通しすぎないと思います。長芋なのでシャキっていうイメージで、ポテトの場合はしっかり火を通すんです。まあ、大和芋でもいいし、いろんなね、こういう自然薯みたいなものもあるし、はい、まあでも僕ね、ほんとね、山芋が好きなんですよ。長芋、山芋、おー、うまい。水分が多いからな。そうですね、食べますので、うん、もし最初のオリーブオイルが多いようでしたら、うん、抜いていただいていいです。なるほど、使う分だけ、使わなければ、また使えばいいと思います。見た目もいいので、少し色づいてきたら、うん、塩、はい、野田塩です。シェフです。野田塩です。こんな感じで、うん、もういい感じになってきた、はい、そしたら、うん、ここで戻しがかり、ある程度ちょっと軽く焦げ目ついてきたなっていう時に、ニンニクとローズマリーを戻すと。そしたらまたよりニンニクは焦げすぎないでと。そうです、そうです。ここで、うん、醤油です、ね、はいはい、もうお好みですね、はい、まあ、塩と醤油の味付け、うわー、うんなことない、うまそう、うわうわ、もうあかん、ここの色でうまさやわ。この辺もお好みで、うん、味が足らなければ後から足せますので、塩含み、うん、まあ、とりあえず美味しそうな、あ、最後にバター、いや、醤油バターうまいに決まってるやん。その風味で、いや、あれですね、ちょっとマヨかなんか置いても、あ、もうもちろんいいですね、マヨネーズちょっとつけても、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、じゃあ盛り付けに、はい、バター入れると、そうですね、すごいな、このバター醤油な、うまいに決まってるじゃない。はいはい、多分な、ガサッと作れる。要はオリーブオイルでニンニクと長芋を醤油と塩で炒めたってことだよね。ソテーみたいなもんで、あ、そうですね、うんうん、じゃがいも
のだと、まあ、ローストポテトみたいな感じなんですけど、まあ、この場合は、まあ、ステーキ、まあ、ソテーですね。うん、だからそれは長芋のが絶対うまいわ。美味しいと思います。他何やらじゃがいもが、さつまいもじゃちょっとちゃうね。そうですね、さつまいもだとちょっと違います。ローズマリー、この上にパセリをちょっとパパッと。あ、もちろんそうです、ね、でもいいよね。とまあ、味変わっちゃうかもしれないですけど、ローズマリーシソ科なので、うん、まあ、大葉みたいなやつをもしあれだったら刻んでバッと作っても、まあ、ちょっと和に特化してますけど、うんうん、ここでつけて、でここで、うん、これでいきますか。何いや、私が多めにいっちゃってます。多めにだー、はい、はい、すいません、ベタで申し訳ございません、はい、で、最後にチーズですね、パルメザンチーズ。これで少し和から、まあ、少しイタリアン風に持っていくっていう感じですね。もうこれはね、これで完成です。チーズこれで完成いたしました、はい、長芋のサイコロステーキでいいですか、はい、そうです。長芋のサイコロステーキ完成いたしました。それでは早速実食といきたいと思います。さあ、柳永さん、こういうのを待ってたんですね。もういつもならもう編集で、あのうちの銀河さんがこう編集でつまんでつまんで、柳永さんの余計な動きとか長屋の余計な動きとかをですね、つまんでつまんで大変な思いをして、今回は多分つまむというよりですね、余計な話をしないと持たないぐらい短い時間で、これはすぐ作れますよね、長芋のサイコロステーキ、はい、最後チーズかかっておりますが、ニンニクとね、これこれで炒めてじゃあそれで早速いただきたいと思います。ニンニクと一緒に食べた方がいいかな。そうですね、の方がやっぱニンニクありますので、いただきます。うん、白ワインがこれは白ワインやわ。ビールじゃなくて白ワインですね。なんビール抜いて、あ、でも、うん、いいですね、白ワイン。あの、うわ、甘いわ。なんやろ、ポテトより俺はこっちの方が好きだな。これ大根でやったらどうや。あ、大根もありですね。大根も絶対です。ねえ、これ大根のサイコロステーキもあるよね。全然入るね。え、あれは大根でやるならその生のままですね。生でいけるよね。同じような感じでいけるよね。いけると思います。これ今ふと思ったのは大根もいけるかなと思ったんですね。あ、大きめなのはシャキシャキが残ってまして、ちっちゃいのはグニュッとした感じというかな。なんかやばいのは火が通った。今言われたように、シェフが言われたように、あんまり火が通らないぐらいの方がうまいです。このバターと醤油、絶妙でございます。早く白ワインが飲みたいということで、本日は、長芋のサイコロステーキ実食させていただきました。米吉シェフ、どうもありがとうございました。